手持ちのこっちね、これ今これです。本当はちょっとここにメガチルとかね、メガチルとかドンガラスあたりをちょっと入れる構想があって、ちょっと現状ちょっとそこがまだ用意できてないというか、まだちょっとパーティーに いるんだけど、ちょっとパーティーに加われとちょっと微妙かなと思って、まあ今はとりあえずヤンマとヌオーをちょっと、入れてみました。ヤンマとヌオーを入れてみました。でまあレートがなんかしたら1600とかなってるんですけど、まあちょっと今期は正直は俺はブラあれだったね、なんつーの、今期はちょっとスランプだった、はい、ってことでやっていきましょうか。水さん、飛行さん、いやまあそこは別にあんま関係ないと思っていて、そのなんかいろんなターパーティーをバーって入れればいいもんじゃないと。はい、今回基本情報受ける、え、受けない、今回も受けない、前回受けてもう分かったから、あ、これ無理やなと。10月に受けたのでもう俺分かったんですよ、あ、俺はまあもう無理だからね、プログラムさ組めないと解けない問題あるやんか、ちょ無理、諦めました。僕はもうアイパスで精一杯です。フィーバーで好感度上がってたね、歌のせいでまた嫌い寄りになった、お前どんだけさ右往左往するの、もうどっちか決めて今、お前俺のこと好きなん嫌いなんどっちなん、あ、今決めろ、もうはぁ、プログラム書けないのエンジニアって、だからエンジニアって講義でエンジニアやから、別にプログラムってかぶっちゃけ、いやもういいや、もう疲れた、なんでね、なんで配信では仕事の話しなあかんねん、僕はポケモンをもう普通にやる。F ランシーツ文系のくせに、エンジン直らないもん、別にええやん。F ランでもええやん。もこさん、大阪のイベントお邪魔します。あ、ぜひ来てくださいね。よろしくお願いします。はい。やっていきますか。あ、待って、これは。オッケー。定期的に大阪来てね。いや、もう俺、実家帰ったのかな、もういっそのこと。地元のね、大阪にもう帰ろうかな、と思うこともありますけど、ここは先方当たった。はい。伊豆の温泉来てついでにイベントしてくれ。じゃあ呼んでくれ。ちょっとなんか呼んで。ギャラいらんから。交通費と、温泉にタダで入る券、券みたいな。と、宿泊費だけでいいから、ギャラとかいらんからさ、伊豆の温泉呼んで。行くわ、俺。ライブしに行くよ。ガチで。いや、普通はこれにプラスギャラでしょ？出演料って形で何万円とかやろ。いや、俺そういうのいらんから。さあ、お互いメガ進化していく。あと、やはりスペアがこれ初手守るですね。これは、どういう意図があるんでしょう、モコさん。これは、まあ、メガ進化ターンは、その素早さの、変わらないっていうのをちょっと防ぐために、ちょっと、前で守る搭載してるんでしょう。なるほど。ってこと、お、なんとモコさん、ここ、間メガスペアの守る読んだのか。一打目はこの攻撃をせずに、龍丸を積んでいきました。これは圧倒的に、まあ、猛虎選手がいるような状況を作っていく。さあ、これも面白くなってきましたね。いや、まだ分からないですよ。スピアがね、素早さ力値が150なんで、ひょっとしたら、マンダの努力値振り次第では、まだスピアの方が早いって可能性ありますからね。はい。さあ、お互いがこれ、じわりじわり睨み寄って、次の一手が注目だ。さあ、おっと、やはり一枚を積んだマンダが早かった。スピアにもろに突き刺さっていく。これは耐えられない。一撃でスピアを仕留めました、メガマンダ。まあやっぱりね、メガマンダの
火力は半端ないですよね。なんかヤドラのメガ、ね、メガで運用する人あんまおらんやな。意外とおらんくない？メガヤドランで使う人。わぁ、どうしようかな、ここ。ちょっと交換するか。意外とおるっけ？あんまり見ない。いや、なんか普通のか、普通の方の方が多い、多い。な、俺はなんかイメージ的には多い。うん。引っ込めるか。ヌメルゴン。ってことはあっちか。ウィップだよな、多分。いや、俺も多分そう思うんだ。だからヤドランはなんか別にそこまでなんか、あの、なんか恐れる必要ないのかなと思った。あー微妙やけど、多分確定2発って圏内に持っていけてると思う、これは。あー、5つ目か。結局これあそこでメガマンドやっぱ捨てて、あのヤドランにあの 1枚入った状態で捨てミタクル打つっていうのが一番良かったかもしれない。カラゲン切った、うん。え、こいつフェイント覚えんの？硬いな。これ何？ H ぶりでこんなんなるん？H ぶりだけでこんなんなる？直帰やんな、さすがに。いや、これ直帰じゃなきゃちょっと引くわ。てか、まだライルシャツするバグ送ってんな、これもう。しかも物理技か。どうしよう。もう結局の話がここもう普通に殴るしかねえんだよな。いや、待って、ヤドラン角打ちできる。いや、できるやろ。できなきゃもう使う意味がないよ。これでまあ、まあ何度か勝ちだ。まあ勝てたけど、前でのレートそんなに高くないし。相手のレートそんなに高くないしな。なんか俺的にはちょっともうちょっとなんか、もう
うちょい楽に勝ちた試合だったな。29のイベントって先生3部まで行ってるな。当然当然3部まで全部俺が主役なんで、はい。フィーバー見ましたら最初は喋れなかったです。いやいやいやね、あ、見てください、ありがとうございます。はい、モコウのお好み焼き動画見た、超面白くなかった。その報告いらんだ。タータルについて何か話した？いや、まあまあ昨日うん喋った。別に、いや別にタータルさんのことはないじゃない。うん、なんか E ショップに載ってるやろ。 E ショップに今で、あのファーセスさんのやっぱ実況載ってるらしいですよ、公式だから。まあ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 、でもタラテルはね、うん、でもすげえよ、うん、だってレゴシティだって前やってたのと全然テンション変わってないもん。依頼実況でもにもかかわらず、うん、あれはもう素直にすごいと思った。大暴ラグって何？その DS を耐えてるので返すよ。いやだからまだ返さなくていいやって。うん、まだ使ってていいって言ってくれてるから、いや使わさせていただこうかなと思ってます。はい、いや俺依頼されても別にそんな宮下さんにそういうテンションじゃないよ俺は。うん、レイパン、うわーこれはちょっと羽休め安定やったか。その大暴ラグって何なんさっきから。大暴ラグって何なんさっきから。改造なんや。先生の T シャツ洗濯出したら親に笑われたんだけど、どうしたらいいや知らん。どうしたらいいって言われましても。あれはちょっと洗濯する際ちょっと気をつけてね、あの、なんかちょっと、雑にやるとあの、ほずれちゃうから、刺繍とはいえ。これもう一回変えてくれよ、相手。今日チキン何個食った？いや、1個食ってもうた。いや、俺普段昼飯食わんねん。今日でも珍しく食ってん、昼。まあ、もうそのせいでめっちゃ眠くなってんけど。で、食うてんけど。いや、だから、もうめっちゃ眠かった。もう昼食うたから、もうそんな腹減ってないし、いいかと思ったら。で、ちょっと、まあ、コンビニは行くやん、普通に、毎日。なんか飲み物買いにさ。ちょっと疲れたな、思う時に。うん、でもそのついでに、やっぱね、買っちゃったね。レッチリ。だからクソうまいもんあれ。
あれしかも進化してこない。こうやってパルで積んでるな相手。パルで積んでる。いやごめん、逆に俺昼食うと仕事できないねん、眠すぎて。ザンダー5つ目ならヌオ何持ってんの。いやもうそこはね、もうご想像にお任せします。昼飯一番体に。いやそうなんや、もう全然食わへんからな俺。あ、確かにここ三段に変えるべきやったな。そうやな、確かにな。いや、小食っていうか、いや、腹は減んねん。腹は減るし、食うときはもうドン引き、周りが引くくらい食うねん、俺。なんかほんまたまにそのなんか飲み会とか行くと、俺酒飲めない代わりにもう思いっきり食うんすよ。もう永遠と。しかも俺の前に量を食うだけじゃなくて、もう長時間ずっと同じペースで食ってられんねん、俺。これ他の人にはない特技だと思ってるんですけど。さあ、あとはこれを耐えれば。まあ耐える耐える。オッケー。そして外さない。はい、外す外す。死ね。もう死んどけ。マジ死ねえよ、ほんまクソ。まあまあまあ勝ったからいいんだけどね。実はこいつがまだ残っている。まあこれでも命中上がったからな、ロックブラストはな。あんま文句言えねえよな。お前さ、なになになに、お前回転寿司10皿でドヤ顔してたけど全然少ない。いや違う、あれはその後に俺20皿食った写真アップしてんけどな。いや多分本気出せば30いけるよ、寿司ごとき。いや40は無理やろ。10皿の前にうどん2杯食ったから。いや それは多分配信の時じゃない。1回そのチャンネル限定で寿司を食うだけの配信あったけど、あの時俺安価で寿司食ってたから、なんか寿司じゃない、うどんとかラーメンとかをみんな言うから。